乗り物タウン探検隊。大勢の人を乗せて運ぶ大きな自動車、それがバス。みんなも乗ったことあるわよね。今日は東京を走る最新の交通システム、東京 BRT のバスの秘密をガシャキンと一緒に探検しましょう。乗り物タウン探検隊、僕は隊長のガシャキン GT。 みんなよろしくね。さあ、今日一緒に探検してくれる仲間は、今回ガシャキンと一緒に探検するのは乗り物が大好きなマハル隊員とアテ隊員。これが今日紹介する乗り物だよ、バス。そう、2人とも普段2人が乗っているバスとどこが違うかわかるかな。さあ、違うところは見つかるかしら。あれ、つながってるよね。このバスはバスとバスがくっついている連接バスっていう名前のバスなんだ。あ、そうなんだ。あと3つダイヤが、そう、だから普段みんなが乗るバスよりすごく長いでしょ。うん、この長いバスは東京 BRT の連接バス、エルガデュオ。東京都内を走る路線バスでは初めての連接バスなのよ。長さは18メートルもあって、タイヤは全部で6つ。お客さんを112人も乗せることができるの。 BRT っていうのは大勢の人をバスで素早く時間通りに運ぶための仕組み、バス高速輸送システムのことで、英語にした時のバスラピッドトランジットの3つの文字をつなげたものなのよ。ほら、見てごらん、ほら、たくさん席がある。すごい長いよね。長っ。鬼ごっこできるじゃん。すごい。確かにできそうだけど、隠れる場所がないかもね。あ、鬼ごっこならできそうじゃない？二人とも、バスの中で鬼ごっこはしちゃダメよ。でも、それぐらい長くて広いわよね。普段乗ってるバスと何が違うか探してみようか。どんなところが違って見えるのかしら。やっぱりここ、このつなぎ目にあるギザギザの部分は蛇腹って言って、伸びたり縮んだりするようになっているのよ。どうしてこんな風にしてあると思う？でも曲がるときに、うん、なんか先が見えるように、ここがこんな風になってることで、ちっちゃい狭い道でも綺麗に曲がることができるようになるんだ。考えてある。この長い連接バスは東京の中心部と海に近い臨海部を結ぶルートを4つの停留所に停まりながら走っているの。これから先いろんなルートが増える予定で、今はプレ運行っていう準備の期間なのよ。せっかくだから、この連接バス動かして曲がるところ見てみようか。見てみる。うん。じゃあ出発進行。ほら、曲がるわよ。バスの中からどう見えるのかしら。バスの前と後ろが折れるように曲がるから、窓の外から運転手さんの顔が見えるよね。うん、すごい。確かにあれがないと見えないかも。なんかバネみたいだな、曲がる場所。確かにすごいね、ほんと。伸びたり縮んだりするから。二人ともよく見てるわね。つながっている部分はカーブを曲がるとき、バネみたいに伸びたり縮んだりしているのよ。比べてみるとよくわかるわね。東京 BRT には他のバスもあるのよ。今日はその中からもう一つ紹介してもらいましょう。次のバスはつながってないけどすごいんだぞ。
これだ。普通のバスじゃないみたい、うん、そうなの。このバスはソラっていう名前なんだけど、普通のバスとは走る仕組みがちょっと違うの。燃料電池っていうエネルギーを使って走る新しいバスなのよ。どこが新しいのかわかるかしら。あれ、これ電気自動車なのかな。ここに電気のマークがついてるから。当てた、員よく見つけたわね。エンジンの代わりにモーターで走るバスなのよ。だから環境にとっても優しいの。ほら、複雑。なんか機械でいっぱい。すごい。この下に白い箱みたいなものが2つあるでしょ。うん、これがバッテリー。ここから電気を取ってモーターを回してこのバスを動かしてるんだよ。開発電気がなくなることなんてないよね。心配になっちゃうわよね。でもこのバスは水素っていう燃料で電気を作りながら走るから大丈夫なの。その燃料は屋根の部分にあるのよ。さあ、こっちのバスの中はどうなっているのかしら。うわ、広っ。広い。すごい。普段乗っているバスと違うところがあるけど、わかるかしら。マハル隊員、もう気づいたの？持ち手が普通のバスと違う。なんか、あ、とてね、確かに。四角になってるけど、丸いやつしか見かけたことがない。当てた円を見つけたかしら。なんか、あ、ん？なんか、あれ、これ、携帯とか充電できるようになってる。あとこのボタン。その通り、新幹線みたいにコンセントがついてるんだ。すごい、助かる。バスの中には他にもたくさんコンセントがついているのよ。でもこのバスの本当にすごいところはここからなの。それじゃあこのバスのすごいところその1、運転手さんお願いします。それではエンジンかけます。はい、かかりました。さあ2人ともエンジンついてるんだけど落としてるかな。してない。え、今つけたの。もうエンジンついてるよ。え、ついてます。電気で動くバスだからとっても静かなんだ。ほら、外から聞いてもうるさくないでしょ。これも空のすごいところだけど、それだけじゃないのよ。それじゃあこのバスのすごいとこその2、運転手さんお願いします。はい、それでは発車します。ご注意ください。はい、2人とも手すりにしっかりつかまってね。さ、ここからだよ。よく見てて。ほら、ハンドルから手を離しちゃったわ。大丈夫なの。ほら、ハンドルの動きを見て。勝手に回ってる。どういうこと。そうなんだよ、まっすぐ走るだけじゃなくてカーブもこんな風に。あれ、自動でなんか回ってる。ハンドルが動かしてないのに回ってる。バス停に到着するまで運転手さんは手を離したも大丈夫なんだよ。秘密は道路にもあるんだって。この線。そう、秘密はこの緑の線なんだ。この緑の線をバスの前の方にあるカメラを使って読み取ることで、こんな風に自動運転がすることができるんだよ。乗り物タウン探検隊、今日は東京 BRT バスを見させてもらいました。2人ともどうだった？ハンドルに手をつけてなかったのに動いてたのがびっくりしました。うん、アテ君は？バスが長くてびっくりした。そうだね、またこれからいろんなバスを見れるといいね。うん、それじゃあ次はどんな乗り物に会えるかな。それじゃあみんな、バイバーイ。